し方の片田紀沙代です。山田流奏曲の下野田歩美です。奏曲の樋口知世代です。はい、今回は糸桜という大変素敵な作品に奏曲で参加させていただけることになって大変嬉しく思っています。ぜひともお琴の魅力感じていただければと思います。いかがですか？そうですね、お稽古に参加させていただいていて、私さっき弾きながらちょっと泣きそうになっちゃったぐらいすごくいいシーンがたくさんあって、ぜひ楽しみに皆様ご来場いただければと思います。ぜひお待ちしてください。今回は新たにお琴をお迎えして、私たちお囃子方と一緒に演奏いたします。我々も舞台に出て演奏いたしますので、こちらの方もお楽しみください。素晴らしい、役者さんたちとご一緒に同じ舞台に立てるということでとても楽しみにしております。ぜひ皆様大勢会場の方にお越しくださいませ。お待ちしております。次は邦楽若手よろしく。邦楽囃子笛方の藤田和也です。邦楽の囃子方望月たさみきです。邦楽の囃子方片田さと子です。今回の糸桜の邦楽の見どころをたさみきさんお願いします。はい、今回はですね、前回初演の時と違い音楽をすべて生でやらさせていただいております。藤田さん、他に何かありますでしょうか？はい、普段の芝居では影林と言いまして、見えないところで演奏しておりますが、今回は舞台に出ての演奏もございます。またお琴と笛のアンサンブルにもぜひご注目ください。見どころ、聞きどころ満載の糸桜、お楽しみに。それでは次の方にバトンタッチ。待ってます。